イズを切り替えた。アジエル前向き左サイド、あった中に田原入ってきました。田原のその裏から来ました。完璧に決めました。寺川持っていってちょっとずれたが左サイド高い位置、鈴木のぶたがクロスを入れる。ファーサイドアジエルフリーだ。競技場訪れています。 U20 もこの8月には指揮をするということになっています。寺川から鈴木のぶたがかわして逆サイドを狙っている。アジエル倒れて PK。